最天外は中華人民共和国の外交官、政治家、中アメリカ大使。過去に中国外交部次官補、中日本特命全権大使等を歴任。米ホップキンス大学修士。祖先は石膏省。1969年から1974年まで国流交渉に加放された後、加藤師範大学外国語語学生として英語を学習。 加藤師範大学外国語学部で教鞭を取り、1978年に加藤師範大学、1979年から北京外国語大学国連通訳要請センターで大学院生として過ごす。1981年から国連本部中国語事務局通訳メタ後、1984年に外交部入部。1986年からジョンズホップキンズ大学。 オールエイチ日清高等国際関係大学院で学び、翌年に修士号を取得。1987年から96年までは国際局に、1996年から1997年までは報道局に属し、1997年により中国常駐国連代表団の講師参事官として国連で勤務する。2003年からはアジア局局長となる。 2006年1月9日、北京で開催された日中政府間協議で日本のマスコミは中国のマイナス面ばかり書いている。日本政府はもっとマスコミを指導すべきだと発言し、日本の中国報道に対する不満をろにしたことが伝えられた。翌10日、この件について問われた厚生報道官は、あなたが言う中国官僚の話だが、私は、 それが正確なものではないと考えていると否定している。2007年10月より、中日大使に任命。11月2日に新任状を法定。2010年1月、外交部副部長に任命された。2013年、中アメリカが州国大使に任命。2021年6月23日まで、中米大使を務め上げた。ありがとうございます。